ピク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 、ハローテニスファン、リコピクです。お疲れ様です。よろしくお願いします。お疲れ様です。おそらく熱心なテニスファンでいらっしゃる、はい、スタテニファンの皆様でいらっしゃったら SNS とかで最近ちょっといろんな方がやっているという、うん、このピックルボールですね、はい、まあ、いわゆるちょっとプラスチックの球を使ってやる、はい、まあ、ミニテニスみたいなものなんですが、うん、まあ、新しいラケットスポーツとしてアメリカで超人気ということで、ね、なんともうアメリカの競技人口が300万人を超えたようなデータもありまして、はい、400万人って言ってた。え、1ヶ月で600万人も増えました。ニュースで600万人になった、うん、まあ、日本の、まあ、テニス人口が、まあ、300万人、350万人って言われておりますので、うん、まあ、もうアメリカのピックルボール人口は、まあ、日本のテニス人口よりも、まあ、多いのではないかというぐらいのところまで来ておりまして、で日本のピックルボール人口も、まあ、今はまだ知る人ぞ知るみたいなところですが、うん、5年後ぐらいに、まあ、100万人になるみたいな、いうようなデータもありながらということで、ね、まあ、特徴としては、まあ、この、なんですかね、羽子板みたいな、羽子板、ラケットですよね、はい、ラケット、パドルというらしいんですが、パドル、はい、おそらくですけれども、ですね、皆さんちょっと前提をお話しますね、うん、まあ、我々お世話になっているラケットも紹介しているダイアデムさんっていう、うん、ラケットメーカーさんが、はい、ダイアデムさんが、ピックルボールのこのラケットも、はい、発売していると、うん、ダイアデムさんから、ピックルボールのラケットとピックルボールのボールが届きました、今、15分でルールをインプットして、はい、10分で養生テープで、ラインを引き、しかも片面分しかなかったんで、向こう側の養生テープを今、買いに行っていますみたいな。で一応、かなりの速読によってルールを全体的に把握しているつもりなんですが、あまりわからない人で詳しい人もあまりいない中、体験してみるという形なので、とりあえずやってみるということで、なのでもしルールが違かっても優しくコメントで教えていただけると誰も分かってないもんね、はい、誰もでまず、まあ、こんな音です、まあ、はい、まあ、非常に簡単、うん、飛ばない、飛ぶ、はい、なんか、穴開いてんだよね、そうですね、ここにね、一応なんかゆっくりなテニスっていうことを言われるらしくて、うん、球のスピードがテニスの3分の1ぐらいになると。別に強く打ってもいいんでしょ。そうです、強く、うん、でコートがサービスボックスの数十センチ後ろのところがベースラインになりまして、でサイドが、シングルスコートの幅よりも約2メーター短いような、状態に、両サイドで2メーター、両サイドで2メーター、なので1メーター5センチ、1メーター5センチ内側にこれライン引いてますと、はい、ダブルスが基本的に多い、ほぼあれですか、バドミントン、そうです、バドミン近いですか、そうです、バドミントンとほぼ同じというところ でここでダブルスやるので、まあ基本的にはもう動かずして、まあ、一歩でね、はい、届きますね。これ競技的にはシングルスもやるの？シングルスもあるそうですが、ダブルスが多いです。シングルスもきついよね。これはボールバウンドしなかった。このあ、そうです、よくここがミソなんです。ここが、まあ、いわゆるノンボレーゾーンというような言われ方を、はいはいはい、するって書いてあったんですけど、なんか名前他にもありましたが、はい、ここより前でボレーをしてはいけないんです。入っちゃいけない。入っちゃいけないです。入ってこうやってバーンみたいな。なんか。こう、うん、こういうの、これもダメだし、ただワンバンしてこう来た球は、うん、こう返していいと、返していいと、うん、なので、うん、基本的な試合の展開はまあ、平行陣と平行陣のボレーボレーになった後、はい、この足元にずっと基本的には落として攻められないようにして、浮いたら叩くっていうのを繰り返していくようなプレーのように、なるほど、見えました。もちろんこれ多分スマッシュとかもあるスマッシュことですよね、はい、ロブっぽいの、ロブもありっちゃあり、はい、なんでかなり高速なパン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 みたいなやり合いの中で早いんだね、じゃあ行くと、なんかボレー、はい、2対2のボレーボレーのような感じですかね、そうですね、そういうような形で、ね、で非常にまあ戦術的にも簡単にできるんですけれども、うん、戦術的にもいろいろ奥が深いというところなので、はい、まあ、これはもうやってみる？これはもう試合してみましょうか、はい、
で、いろいろルールを説明しながらやるので、はい、そうね、はい、そうしましょう。オンラインテニススクールチームスタテニではオリジナルアプリで圧倒的なボリュームのレッスン動画を配信中。上手くなりたいあなたをお待ちしています。チームスタテニ。まずサーブのルールなんですけれども、うん、まずこちらの人が対角線のそっちに行ってます、はい、あ、ここなんだ、はい、で小野田さんのこっちからサーブの時、小野田さん立ち位置の方は最初から前衛にいていいそうです。あ、こうこう、はい、うん、これより入んなきゃ OK ってこと。で小野さんはそう後ろにいる状態、後ろにいなきゃいけないんだ、はい、いや、そこは定かではないです。あ、ないですなるほど、ね、ノーマンで取ってはいけない。で、高尾さんが返したリターナーのいわゆる3球目ですね、はい、3球目をサービスサイドがノーバンで叩くことはしてはいけない。ボレー禁止ってことだ。だね、まずツーバウンドするまでは要なので、僕も後ろなわけです。はいはいはい。で、高尾さんが打ちますと、高尾さん返したボールがワンバンしてからもうボレーしてる。好きなように。じゃあこっちはどこにいてもいいわけ。そうです。この方は後ろにいてもいいんでしょ。だからその3ボレーしていい状態まで球が来ることがないので、だって触らないからね。触らないのでっていう、うん、オッケーオッケー、分かりました。はい、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあ行きます、はい、おい俺の人生初ピックポイントが俺今取りに行った。こういうことだよなんで真横からボール面白い。今あえて思い切り打ったらどれぐらい出るんだろうと思ってやってみる。すいません。で、そしたらこっちサーブ、そちらに行きます、最初のサーブだけは失ったら、うん、もう僕にタイブレイクみたいなもん。でその後は2ポイント交代に、ね、うん、なるほどなるほど。でサーブ側が点を取らない限り得点は動きません、うん、なるほど。昔のバレーボールみたいな。なるほどなるほど。下がっといた方がいいよ、こっちは。はい、お、こっからってことね。アウト、アウト。ああ、もうここだからね。これ踏んでいいんでしたっけ、小野健さん。踏んだら、だからリコ今踏んでたから。踏んでました、その時点でアウト。これで1点ってこと。で、僕こっちが行くの。サーブ権が変わるの。そうです。僕こっちが行くんだ。これで今1対0になるわけ。で、皆さん注意して、まあ、ノンボレーゾーンでボレーするじゃないですか。打った後、こう入るのもダメです。ダメ。うん、これやったら、ここで止まんないといけない。うん、じゃあみんなこんなになってるわけ。そうです、そうです。こういう感じになってる。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。はい、まあまあちょっと、まあ一応仮想 1-0 ということで、小野さんは後ろにいないと、小野さんこの僕が返すリターンはノーバンで取れないので。あ、そう、あ、じゃあこっちに、あ、そっか、そうです、サーバーが後ろなんです。サーバーが不利ってことだよね。サーバーが不利なこの、ね、ボレーしちゃいけないんだ、うん、おーかー 1-0、うん、まだだってサーバーが、俺こっちの時で1回取ったよ。2-0、あ、1-0、リコちゃんがボレーミスったやつ、 あれ僕サーブだったから、はいはい、まあ一応仮想でね、仮想で。ごめん、行き合ってない行き合ってないぞ。で、まあ、難しい。で、これ道子ちゃん、うん、2-0。でポイント取る限りサーバーがずっとサーブです。そういうことか、はい、じゃあずっとサーバーだな、うん、あのもうおしまいです。ふけんな。で、それ、まあいいや、リコ、どっちがサーブやってもいいのかな、わかんないけど、まあそこまでは。あ、なるほど。そうなんですか。はい。はい。あ、小野健さんに入っていただいた方がいい。よかった。あのテニスじゃないからスピンかけられないから、何の引っかかりもなかった。回転は難しい。何の引っかかりもついちゃったもん勝ち。そうそう、だからガチなのよ。おーい、で、これで僕サーブだ、はい、はい、動かないね。お願いします。あ、よし、ウェイ、あっ、あと、よし、無風だから握る。これで 1-3 になるわけですね。初めてこっちがポイント、そっち初得点だと思う、はい、なんか数える時に 1-3-2 っていう、この場合っていうのは
サーブ権を1と2っていう概念で考えてて、2の人だがサーブ打つから1、3、2って言って、じゃあ1の人は1、3、1になるってこと。1、3、1、まあいいや、まあ、やってみよう、まあ、1、3、2、2、はい、1対3の2人目ってことね。止まる、いやー、うまい、うまい、カモン。でこっちだ、こっちサーブだ。でこのままね、じゃあここで3-1-1ってことだ。3-1-1ね。これはこのサイドは自由なんですか、常に。あ、俺後ろから。いや、そのポイントが終わった時点でのサイドで固定で、はい、だサーブの時しか変われないってことだもんね。はい、うん、いい子。 OKOK。 あっ、通報2。ウェイシ、あ、しょうもないミス。いや、浮かしたら10 4 10 4 1 1。ありがとうございました。はいはいはい、はい、ということでピックルボールやっていきましたけど、今のは練習っていうことで。そうね、まあ、ピックルであろうとプロプロあまあま不可能だということがちょっと分かったので、うん、予定通り、プロと、グッパーしていただいて、でちょっとガチ試合と、はい、じゃあ、ファミリーでいいですか。あ、じゃあ、そうしましょう、はい、そうしましょう、はい、はい、まあ、ちょっとね、ところどころルールがね、はい、いろいろと散漫なところありますけれども、はい、ちょっとライン踏んじゃいけない、ダメ、前行っちゃいけないで、そわそわしながらやってますけれども、はいはい、まあ、この中でちょっと真剣にね、そうですね、次はちょっと一試合やってみて、はい、はい、はい、行きましょうか。じゃあ、やってみましょう、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね。あ、アップをダウン、じゃあ、どうぞ。あ、アップで、アップだ、はい、じゃあ、あれ、これはレシーブで、はい、はい、よし、お願いします、お願いします。あ、アウトじゃない、アウトだ、アウト、よしよしよし、はい、そっちサーブです。はい、すいません、はい、0、0、2、2、お、低い、入っちゃ、入っちゃダメ、これがダメってことでしょ。入りました、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 はい、俺が指摘しちゃったけどね。ワンゼロ、ワンゼロツー、はい、ウェイ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 、アウトだ、アウト、あー、え、リコちゃん結構この低いボールしんどい、ラケットが短いから。そうか、ゼロワンワン、ゼロワンワン、ゼロワンワン、ウェイ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 、おしゃれおしゃれ、ちゃんとカバーせないかん、ね、共犯者、あ、やば、ハカオさんになった、早い、あれ決まりましたよね、振りがいい、ゼロワンツー、あ、1点取ってる、ワン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 だね、ワンワンワンです、モノさん前で大丈夫です、ワンワンワン、ワンワンワン、すいません、ウェイウェイ、あんまりこれで僕がサーブね、ウェイウェイウェイ、ワンワンツー、ウェイウェイウェイ、ピク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 、ワンワンツー、なぜなぜ上げてしまった。僕はこっちからやったから、ツーワンツー、ツーワンツー、ツーワンツー、そんな短くしても大丈夫や、短くしても入られちゃうから、はい、ワンツーワン、ワンツーワン、ワンツーワン、お兄さん、お兄さん、はい、ウェイ、ウェイ、ウェイ、よいしょ、はいはい、どっちだ、トゥ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 ワン、トゥトゥワン、トゥトゥワン、狙われてる、ウェイ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 、ユータ
これね、下がっちゃ多分ダメなような気がする。うん、3、2、1、3、2、1、もうやり返すしかないよ、これ。よし、よいしょ、おい、4、2、1、4、2、1、まずい、まずい、やばい、よし、まずまず一回切ろう、はい、まず一回切ろう、乗ってきたよ、4、2、1、よし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 、ノー、ノー問題、そちらです。ごめんなさい、高山さんサーブ、4、2、2、はい、4、2、2、はい、4、2、2、あ、そうだ、危ないよ。いてもいいんだけど。あ、届いた、やばい、あれ、結構楽しくなってきた、結構楽しくなってきた、5、2、2、へい、5、2、2、意外と上きつかった。なんだよ、なんでマイク前行っちゃダメだ、サービスダッシュしちゃった。なんか攻め、攻めれちゃった。2、5、1です。はい、2、5です。これもワンバン、ワンバン、そうそう、おー、当たりました、当たった、当たった、はい、あの、やり返すんで大丈夫。初めて高尾さんにボレー当てましたね。やばいやばい、はい、これは怖いですね。後にテニスする、でもね、そっから前行けないからね。テニスが怖いですね。2-5-2、下がっといて、ダメだ、あ、無事、あ、無事、サーブの時前行っちゃダメだからね。あ、無事上がってきてたら。3-5-2 ね、うん、はい、まだ勝ってる、これでいいのか、あ、落としよ、オッケー、今いい、反応いい、よし、このままか、オールドプロサーブだ、はい、5-3-1、5-3-1、5-3-1、5-3-1、フットフォール注意、5-3-1、はい、あれ、ちょっと今、すみません、自己申告、ま、余裕で出てました。余裕で、余裕で、あの子、あの子、あんまギリギリに行かない方がいいよ、リコちゃん、ルール分かってない、ルール分かってない、ごめんね、あの、味方のことを見る必要はないんだけど、あの、明らかに超えてるんです、すみません、6-3-1 6-3-1、それは、はい、はい、よいしょ、よいしょ、2、おらららら、よしよし、佐久間さんサーブか、はい、すいません、はいよ、前にいていいよ、前にいていいよ、6-3-2、よし、6-3-2、イエーイ、やっぱストロークしんどいっすね、球が飛ばないから、粘って前行くしかないの、オッケー、やっぱ足元は足元ですね、3-6-1、はい、ミーヒュー、いやー、かわいい、あ、ね、いやね、こっちよりもそっち見ちゃった、強いね、あれ、リコじゃないですか、僕がサーブやったか、はい、3-6-2、はい、あ、やっぱストロークあかん、切り返してきた、1点ずつだね、ストロークは難しい、4-6-2、フォーシックス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 、やばい、一気に追いつかれますよ、そうね、前に来たら落とせばいい、5-6-2、はい、5-6-2、よし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 、落とすんだ、とにかく落とすんだ、やばいやばいやばい、落とすの、はい、一本切りましょう、切りましょう、切ろう切ろう、よっしゃ、切ってこう、切ってこう、6-6です、6-6ね、よし、スオール1-2、ウェイウェイ、どれやねん、6-2ね、6-6-2、言い方としてはそういうことね、よし、
よいしょよし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 上がります。やっぱ背大きいと手長いから、はい、ね、前で取れる ね、テニスより才能を感じてます、ね、これ埋めるの大変だわ。シックスオールワン、はい、はい、ポンさん後ろです、後ろです。うわ入った。今すごいシュート回転かかった。ポインめっちゃ滑った。はい、一緒です、変わらず。シックスオールツー、キューソールツー、キューちゃん前でいいよ。あ、そっか、うん、ウェイ。じゃあ、よし、よし、変えた、よし、変えた。一本、ここだ、ここが一本。セブンシックスツー、セブンシックスツー、カモン。はい、一本。これいこう。よし、ナイス。ね、リクちゃんもう一回サーブだ。よし。今六七ですね。はい。六対七。はい。六七ワン。でセブンワン。ここは取らせん。こっち下がらなきゃなんか。高い。あたたた。もう機動力。ラインを間違えた。長年の手首の感覚が。ライン間違えた。はい、あ、こっちか。あ、誰サーブ？リコちゃんサーブだった。セブンオール。誰がサーブか分からない。セブンオールワン。よっしゃ。オーライ。フォアボレーに渡しちゃダメなの。ここはやっぱ打ちやすいぞ。深いところに打たしちゃうとやばい。8-7 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 8-7
テープ切りました。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 いやいや、一発目で決まってれば耐えられたんだけど。っ帰ってきちゃったから。ちょっと待って。ナインスは負けてる俺。負けてる。これで、そうナイン。誰サーブだったっけ今。私です。リコです。あ、このままでいいんだっけ、はい、まだ。971です。おお、97。よっしゃ。取れる取れる、大丈夫大丈夫。取れる取れる、守れ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 、アウトにならないで。よし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 。高尾さんサーブです。972。ここ取んなきゃいけない。ここ取んないと、ここ取んないと始まんない。ここ取ればまくれる。一緒ですね。97。972。はい。972です。はい。おお、危ね。アウト、アウトか。テニスでは動かない、腰が引けて、うん、手首だけでこう、これが効くんですよね。うん、こっちか。97、あ、791。変わらずね。はい。いや、マイク。791。手で寄っていいよ。はい。手で寄っていい。しゃしゃしゃ、気をつけてよ、気をつけてよ。出てる出てる、ショットの前に飛んでる。ショットの前に常に怪しい。891。リコちゃん、あの、ね、テニスの時ここより中の人だから、ね、891。ツッコミ癖が。オッケーオッケー。あ、そっちか。あらあら、あー、やばい。おわよっしゃよし、バナタ今うまかった。991。よし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 、迷った。もう一回か。99。そっちさ、あ、こっち。992です。ここしのごしのご。ノー。あ、いわゆるダブルフォルトってことだよね。もう一回。大事なところのダブルフォルト。いやいや、ここ耐えればいいんです。ここ耐えれば、ここ耐えればいいんです。救急です。アウト。やった。アウトだ。アウト。避けた、避けた今。神がかった。避けたのか避けれなかったのか。当てに行ったのに避けられた。
よし、救急通。はい。ここ取るよ。ここ取るよ。ナイナイツー。よし。これで、これで。救急ワン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 。はい。カモン。落としよ落としよ落としよ。入ってる入ってる。入った。おーあのライン間違いしました。よしマッポ、はい、間違いとか。19ワン19ワンマッポ、そっちかマッチポイント。よし19ワン。よし。今の惜しい。そう。よし。まだマッポ。まだマッポ。今浅いロブを上げてリコの宣伝を取りに行ったんですけど。うまくいかなかった。うまくいかなかった。まだマッチポイントだね。まだマッチポイント。19-2。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。意外と楽しくなってきた。楽しいこれ。真剣にやるとね、変わりますね。スーッと手に。ただいまの結果、11対9で佐久間 P 小野田プロペアの勝利です。よっしゃー。ありがとうございました。いやー、負けたことよりもね、当てられたことの方が悔しい。やり返そう。やり返そうとしたら、うまーくあのマトリックスのように避けられたから。やっぱサーバー側でいかにして練習してポイント取るかっていうのみだね。あとは浮かないようにっていうのと、あとやっぱりこっちのパンチとこっちのパンチのやっぱりそのパワーが全く違うじゃないですか、うん、なんでそのどっちで取らせるかみたいなこととかも意識しないといけないのかな、うん、そうね、なんか僕もっとねロブが効くかなと思ったの、はい、効くっていうのは決めるのが難しいかなと思ったけど、ロブはちょっと難しいかも。やっぱみんなテニスしてるから そんなやっぱりこの構えた時にはいいスマッシュ来ちゃうよね、はいはい、意外とこういう細かい処理は皆さん上手、うん、まあ、僕らも含めてこうやってやるので、うん、まあ、上とかその速いボールをこう処理するの意外とできる。なんかこうボールがちょっとこう揺れてる感じもするので、うん、はい、やっぱこうなんかバウンドするとちょっとやっぱ不利かなっていう感じしますね、はい、だからできるだけ前詰めて、はい、最終的にはまあボレーボレーの回数が圧倒的に多いっていう。そうだろうね。あとはあのこのノーボレーゾーンがあるがために、うん、そのテニスのボレーっていかにまあ浮いた球が来たらいかに詰めるかだからね。詰めてはいけないっていう、はい、あのなので僕はすごく楽です。詰めないんでもともとということで、はい、ピクルボール企画やっていきましたが、まあ、ちょっと今後我々のチャンネルでどう扱っていくかなど、まあ、ちょっと様々な構想がありつつなんですが、はい、一つ、言えることは次回は、ピックルボールに詳しい方をお招きして、ね、あのね、やっていく必要がしたルールのもとであるなと。あとは戦術を知りたいです。そうですね、こういう戦術取ったら優位だよとか逆に不利だよっていうのを教えてもらえると面白くなるなと思いました、はい、ということで、うん、ピックルボール、詳しい方、私の、インスタの DM にご連絡いただけないでしょうか。小野田健プロがね、多分来ると思います。だけどおおよそなんとなくはそうですね、うん、楽しかったです。ちょっと見えてきた感じですね。はい、はいはい、ということでまたやっていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回 X100 ツアー X98 ツアーということで新作モデルになっておりますと、はい、見てください。ねじれてるんですよ、まあ、このねじりがですね、なんとフォアハンドとバックハンドの打感を科学的に変えていこうというところから来ておりまして、うん、なんとこのラケット右利き用と左利き用分かれております、はい、まあ、実際に球を打つ時の衝撃ですね、フレームが数値でフォアハンドで打った側の方がフレームの剛性上 11% 約硬くなって、それ硬いということは、まあ、あんまり飛ばない、うん、フォアの方が、まあ、飛びにくい、まあ、むしろしっかりスイングしてもしっかり収まってくれると、うん、バックハンドの方がどちらかというと球を押してくれる、上げてくれるのかな。そうですね、なのでネットを越しやすくなるほど、工夫されてますね、はい、
通常ですね、ラケットというものはですね、1本のチューブからできております、はい、これどういうことかというと、まあ、いわゆるカーボンをこう丸めました、まあ、こういう筒のチューブを作って、これをまあ変形させてグリップのところでガッチャンしてラケット作るという構造なんですね、はい、なんとですね、この X ツアーシリーズ、はい、トリプルチューブテクノロジー TTT ということで、これ見ていただくとですね、中にですね2本さらにチューブが入っていて、で、まあ、真ん中もチューブ状になっているということで、うんうん、まあ、3つのチューブが束なっているというような構造になっているので、よりですね面ぶれしないと、それで剛性がまあ高くなっているということですか、はい、これがまあこうぐるーっと回ってきて、で最後グリップのところでガッシャンして、全体的に本格的なというか、より競技志向向けのというイメージがありますが、まあ小野田さんから、はい、そしてリコがかなり球を潰している感覚が出たというところで、ね、X パワー、はい、まあ、ちょっと最後にこのニューカラーお色についても、まあ、かっこいい色ですよね。かっこいいです、はい、あんま他で見ない色ですね。そうですね。じゃあですね、何色かと言いますと、フローズンエメラルドメタリック色と。初めて。なるほど。おすすめです。おすすめです、はい、今クラブプリンスにご登録された方、抽選で3名様にこちらのボストンバッグが当たります。ラケットも入るし、なんならリコちゃんも入っちゃう。入んないわーい。